ママミニマリスト井澤ひとみです。今回は私が使っているカバン4つをご紹介していきます。私が使っているカバンはコンパクトのカバンが2つ、リュックが1つ、トートバッグが1つの4つになります。2年間新しいカバンを買ったり増やしたり減らしたりってことはしていないなと思います。それぞれの使用歴なんですけども、一番古いのがこちら。このバッグがもう私の中での一番の古株、7年使っているカバンになります。そして次にこっち、リュックサック、こちらは6年使っているリュックになります。そしてこの白いショルダーバッグ、コーチのものなんですけど、こちらは4年使っています。最後にこちら LLB のトートバッグはちょうど2年ぐらい経ちますね。なのでこのバッグを最後に買って、それ以来バッグっていうのをこう増やしたり減らしたりっていうのをしていないという現状になります。ずっとね、安定的にこの4つのカバンで過ごしています。それぞれの細かい詳細とどういう時に使っているかっていうのをご紹介していきますね。まずこちら、私が一番使っているのがこちらの黒いサンローランのカメラバッグというものになります。これね、なんといってもね、軽いんですね。そう、あの物は全然入らないんですけども、ちょっとしたお出かけにすごい便利なんですね。子供たちの、まあ、園や小学校の、まあ、お迎えだとか買い物に行く時ですね、エコバッグとこのカバンを持って出かけるっていうことが多いです。使用頻度が私の中では一番高いバッグになりますね。そしてこのバッグのね、いいところっていうのは中にあるんですけど、ここにね、ポケットがいくつもあるんですね。こっち側に1つ、そしてここにはカードケースがこう最初からこうついてるんですね。カードケースが4つついています。なので今キャッシュレスで支払うことが多いので、ここに免許証とクレジットカード1枚入れて買い物に行くっていうスタイルが多いです。そうなるとこの中に入れるのはスマホと、まあ、鍵、そのぐらいでいいので、とてもね、身軽に出かけることができています。で、小さいバッグで過ごすようになってから、まあ、カバンの中身っていうのもおのずとね、あの少ないもので過ごせるようになったので、カバンを小さくするメリットっていうのもあるなっていうのを気づかせてくれたバッグになります。次に同じようなコンパクトなバッグとしてこちらを持っています。これはコーチのものになります。約4年使っていますね。でこちらもね、肩にこうかけるタイプなんですけど、ただこの紐をね、付け替えるとショルダーバッグだけではなく、こういった感じにですね、チェーンを二重にすると肩にかけて持つこともできるので、2通りの使い方ができるところも気に入っています。用途としてはお友達と例えばお茶に行ったりとか、まあ、ちょっと都心部にお買い物に行ったりって、まあ、今は全然ないんですけど、まあ、そういった時に使っています。服がシンプルな時のコーディネートの引き立て役としてこのバッグを使うことが多いです。あとこのね、バッグの中がね、結構機能的なんですね。はい、こんな感じにバッグの中はなっているんですけど、ポケットがあるのと、なんとこの中にですね、ガマ口がついています。このガマ口、何かというとお財布になるんですね。小銭を入れることができます。まあ、小銭だけじゃなくって、ここにまあ免許証とかカードだけを入れるっていうことも使い方としてできますし、このバッグだとそのお財布をね、持たずに出かけることもできます。そうするとスマホを入れたり、あとはこうちょっとした化粧直しのファンデーションですとか、あとリップですとか、そういったものを入れて出かけることができます。ね、後ろ側にもポッケが1つついているので、私はよくここにね、マスクを入れてたりしますね。コンパクトではあるんですけれども、可愛くって機能的っていうところがこのバッグのお気に入りのポイントです。そして次にリュックですね。こちらはもう6年使っています。長男が生まれて歩き始める前ぐらいに買ったので、もうね、かなりね、使っていますね。もうこういったロゴのところが剥げてきちゃってたりします。なんですけど、
もう少し使ってね、まあ、ボロボロになるまで使い切ってから、まあ、手放そうかなと思っているリュックにはなります。私の場合子供が2人いて、今次男がね、まあ、歩き回ることがすごく多いので、まだこのリュックを活用しているんですね。ものすごい機能的ってわけではないかと思うんですけれども、まあ、ただねこのデザインがちょっと気に入ってますね。上にこうリボンがついてたりして、まあ、少しこうフェミニンな感じがあったり、私はこのゴールドの色がすごく好きなので、こういった金具がねゴールドっていうところにすごく惹かれて買いました。こっち側にポケットがついているので、ここによく使うスマホを入れてますね。あとこの奥にもう一つポケットがあるので、ここになくさないように鍵を入れていたりします。メインのところはこんな感じで開くんですけど、ここにファスナー付きのポケットが一つと、手前側に一つポケットがありますね。で、私のコンパクトな財布だとちょうどこの手前側のポケットにお財布がぴったし入るので、ここによくお財布を入れています。こちら側のファスナーが付いてる方にはこんな感じでティッシュと、まあ、ゴミ袋ですね、何かあった時の袋っていうのを1枚常備しています。これね入れっぱなしですね。アウトドアブランドのリュックとかに比べるとそんなすごい機能的なわけではないと思うんですけど、まあ、ただ私が気に入っているのはナイロンで軽いっていうのと、そういった金具だとか、まあ、ちょっとしたポイントが私好みだったっていうことで使っていますね。はい、そして最後にこちらは LL ビーンのトートバッグです。まあ、皆さん持たれてる方が多いバッグですよね。マザーズバッグとしても使われている方が多いかなと思います。そういう私ももともとマザーズバッグとして使っていました。以前はここがネイビーのものを持っていたんですけど、まあ、ちょっとカジュアルだなと思って使い古してしまったので、グレーのものに2年前に買い替えをしました。LL ビーンってこう中に何も仕切りとかがないので、貴重品を入れる時ってなるとちょっと困るんですけど、まあ、そういった時はこういったさっきのコンパクトなバッグと併用して使うことが多いですね。あとはこうパソコン入れたりとかカメラだとか機材入れたりとかってする時にもガサッといろいろ入るので、何かこう荷物がね多い時っていうのに使っています。あとこの LLB のバッグの私的にいいなと思うところは洗えるところですね。まあ、例えばこういった側面が汚れてしまっても、まあ、そのままこう洗濯機でねガシガシッと洗ってしまえるので、すごく楽だなと思っています。2年間実際にこのバッグ4つで過ごしていて、こういうバッグがあったらよかったなと思うことっていうのはあんまりなかったんですよね。まあ、ただ例えば夏だからカゴバッグがあるとおしゃれでいいなとかね、なんか冬だからファーのバッグがあるとなんかコーディネートがこう冬っぽくなっていいなみたいな、なんかそういう風に思うことはもちろんあるんですけど、時期限定で使えるバッグを持つよりも、まあ、通年ねどんな時期でも使えるよってバッグがあった方が私的にはこうコーディネートをねその時々に考えなくてもいいし、いつでも使えるってこの安心があるなっていう風に感じています。まあ、結構使っているので、もうバッグもね傷み始めているので、まあ、買い替えの時期が来たりっていうのはあると思うんですけど、今のところこのままこの4つのバッグで過ごしていこうかなと思っています。お気に入りのバッグをまあとことん使うということで、まあ、かなりね使って、まあ、傷んできてはしまっているんですけど、これからも大切に使っていきたいなと思っています。はい、そんな感じで私が使っているバッグ4つのご紹介させていただきました。もしこちらの動画が何か参考になったようですとか、良かったよって思っていただいた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。